グリーンガイル・ミス、あ、そうそうそう、そうなんですよね。だからその、社会システムって民主主義が成立してるのって、民主主義は一番いい仕組みだから民主主義なのではなく、最悪を避ける仕組みだから民主主義なんですよ。要は、めちゃくちゃ優秀なやつが独裁して、国会とかもなく、超優秀なやつが俺が法律を作る。俺がルールを決める。俺の言う通りお前らオーケーっていうのが、効率でいくと一番効率いいんですよ。ただ、そうすると、その一番偉いやつが超絶悪いやつだととんでもないことになるっていうのを、第二次大戦の時のドイツを見て世界中の人が学んだんですよ。途中までは、その第二次大戦の時のドイツのトップだった人って優秀だったんですよ。もともとその第一次大戦の時にドイツって、その負けたせいで、賠償金を他の国に負ってて、賠償金払わなきゃいけないっていうのがあったんだけど、まあ今でも知ってるだろう、フォルクスワーゲンみたいな車を作り、で、そのドイツ中に高速道路を作って、で、そこに対してそのフォルクスワーゲンみたいな車をいっぱい作って、その、物を運ぶっていうのを効率的にやり、で、その後そのロケットって、なんか、まあ、単に面白いもんだったんだけど、あれって兵器になるんじゃねっていうので、ロケットを兵器に転用し、で、その後優秀な戦車を作り、で、そのヨーロッパの覇権を取ったっていう、能力的には優秀な人がいたせいで、ドイツはその人に対して、ドイツのその人の政党が決めるんだったら、どんな法律でも作っていいっていう法律を作っちゃったんですよ。国民総動員的なやつ。で、そのおかげで、そのドイツのその偉い人っていうのは、ヨーロッパ中のいろんな国を攻め、で、いろんな国を領地を取り、で、最終的にはなぜかユダヤ人を虐殺し、っていう結果で終わっちゃったんですよ。全権日本ね。なので、あの人って、そうなんだよね、これね。整形外科のお医者さん、高須さんが一時期叩かれてたじゃないですか。あの人が、その優秀であるって言ったせいで。そういう意味でいくと、能力値として優秀であるということと、その人を評価するということは、世の中では違うことなんですよ。で、あの人は確かにすごく悪いことはしたのですが、あの人がやった結果で確かに正しかったし、あの国がうまくいったよねという出来事もあるのですよ。演説うまいしね。ただ、あの人が優秀というのは、世の中では言ってはいけないというルールがあるんですよ。言うと叩かれてしまうんですよ。そうそう。その要は、アインシュタインってさ、めちゃくちゃいい成果を出してるんですよ。で、でも、アインシュタインが、じゃあ、すげえさ、ロリコンでさ、めちゃめちゃ子供いっぱい殺してるとかだったらさ、やっぱりアインシュタインすごいって言っちゃいけないってことになるじゃん。だ、そういうので、世の中ってこの部分は正しいけど、この部分は良くないよねっていう場合は、もう、悪いと決まった人に対しては、この能力を評価したらならんっていうことになってるんですよ。なので、何の話をしたいんだ？だから 要は、独裁と民主主義の何が正しいかで言うと、あの当時の、あの独裁、あの国で独裁をした人は、能力値としてはやっぱり高かったのですが、ただ、独裁をした結果、誰も止められなくなっちゃったんだよね。悪いことをした時に。で、民主主義って、毎回毎回その国民が投票して偉い人を決めるから、その最悪を避けられる仕組みなんですよ。例えばそのユダヤ人がさ、投票できるんだったら、ユダヤ人みんな捕まえて刑務所に入れますっていう法を出したら、いやいや、あかんでしょってユダヤ人も投票したわけじゃん。で、ユダヤ人が仮に少数民族だったとしても、いやいや、ユダヤ人 OK って言ったら次俺らも入れられるかもしれないから、特定の民族だけを刑務所に入れるなんて法案作るとかってないっしょっていうので、民主主義だったら止められた可能性がある。なので、民主主義っていうのは最悪を避けるための仕組みなのよ。最善の仕組みではないのよ。
っていう話って前したっけ？だから、その、川上さんのさっきの話に戻るんだけど、情報公開制度って何であるのっていうのって、最善を目指すための仕組みではなくて、最悪を避けるための仕組みなのよ。もちろん、その、情報公開制度のせいでコストも上がるし、公務員の苦労も多いし、あんまりいいことないように見えるんだけど、超絶悪い奴が超絶悪いことをした時に止めるには、情報公開制度っていうのがないとまずいよねっていう話。っていうふうに僕は思います。これ個人の意見です。うん。あの、まあ、人によってはいろんな意見あると思うから。だからなんだろうね。ほら、そう、第二次大戦の時の日本もさ、最悪っていうのは多分、避けようがあったと思うんだけど、でも最悪を避けるよりももっと狙うものを取るべきだっていう話が進んでたのかな。川上さんの話まだ続いてたのか。そうですね。要はさ、景気が悪くなるとさ、人ってさ、その、ワンチャン狙っちゃうんだよね。あの、要は日本って満州っていう国を作ろうとしたわけですよ。あの、中国の一部を切り取って、ここを満州とするみたいな、新しく国を作っちゃったわけですよ。で、世界中から、いやいや、それあかんでしょっていうの言われて、結局、まあ日本としては撤退することになったんだけど、ただ、あの、今のあれって、ロシアがウクライナでやってることなんだよね。要は、ウクライナってさ、あの、一応そのウクライナ政府が占拠をしてやってることになってるんだけど、そのロシアが、まあ、抑え込んで、ロシアの兵隊がいる中で選挙をやってるわけでさ。で、まあ、中国でチベットかな。その、中国もチベットのところに突然こう兵隊がわーって来て、で、じゃあ、チベットの偉い人たちっていうのは、俺たち中国っすって言わざるを得ないわけですよ。銃口を向けられてるから。っていう感じで、その、満州の時っていうのも日本軍っていうのがいて、満州国って、俺たち満州国っすって言ってるんだけど、いやいや、そこだって日本の軍隊が独立するって言えって言ったんじゃんっていうの分かってたんだけど、で、そこで結局、まあ、満州の場合はその世界中から日本のせいじゃんってなったんだけど、今の中国がやってるチベットだったりとか、ロシアがやってるウクライナっていうのは、割と、このままダラダラと成立しちゃう可能性があるわけですよ。マジかよ、日本最低な。だ、そう考えるとさ、その、日本って、だからタイミングとして悪いことをしたのよ。満州という形で中国を独立させ、その中国の中に日本のその傀儡政権を作るっていうのは。でもタイミングの問題でさ、中国とロシアはそれやってさ、うまくいっちゃってるわけじゃん。いや、だからね。で、それ中国もロシアもさ、民主制じゃないんですよ。どこら辺も悪いの？ね、ウクライナはもともとウクライナの人たちが、住んでた国で、ウクライナの人たちがやってた国なんですよ。でも、ウクライナの中に、ロシア系の人たちっていうのがいて、で、戦争やる、その、選挙をやるたびに、ウクライナ系の人たちが勝ってたんだけど、ロシア軍がバーンと来て、その、ウクライナのキエフとかを占領しちゃったわけですよ。で、そうすると、選挙やっても、ロシア系の人を投票で受からせないと、撃たれる可能性があるので、結局その、ロシア系の人が、その、ウクライナの、その、ま、取られたクリミアの部分の国会、その議員さんっていうのも選出して、あたかも民主主義が成立しているような形で、クリミアがウクライナとは別の形の国として動き始めてしまうんですよ。そうそう、物事はタイミングの問題。だからそういう意味で、で、それを他の国はずっとそのロシア良くないよねって言って、今でもその、経済制裁はしてるんだけど、でも別にその、ロシアって経済制裁なんて知ったことじゃないんだよ。あの、日本って経済制裁されると、だいたい3年で潰れる国なんですよ。あの、エネルギーがないから。石油とか、まあ、原子力もやめちゃったしね。その、国が回んなくなっちゃうのね。結局石油がないと日本って回らない国なので、で、原子力があればまだ、石油もうちょっと足りなくても電気作れたんだけど、もう原子力ないんで、で、そうすると、
石油の残りで何とかするしかないんだけど、ロシアって石油もガスも出る国なんですよ。なので、世界中が経済制裁やって言ったとしても、別に食べ物も作れるし、石油もあるし、で、兵器も作れるし、核もあるし、なので、知ったこっちゃねえし、俺って言える国なんですよ。で、これって中国もそうなんですよ。で、中国一応石油の輸入はしてるんですけど、石炭メインで電力回してるんで、石油なくても電気なんとかなっちゃうんですよ。で、中国って今って電気自動車めちゃくちゃ作ってるじゃないですか。で、まあ一応石油は大事だと思うんだけど、仮に中国石油買えなくなってももう回るレベルになっちゃってるんですよ。で、アメリカもちろん石油が出ますと。で、核も持ってます。もちろん兵器もあります。なので、アメリカひどいやんって言って経済制裁しても、アメリカって全く困らないんですよ。っていうレベルの困らない国で行くと、そのロシア、中国、アメリカっていうのは、世界が経済制裁しても止められない国なんで、むしろ悪さをした方がうまくいく国なんですよ。だ中国も悪さをするわけじゃん。チベットの人とか。で、ロシアはウクライナにいますと。で、アメリカもそろそろ俺たちの悪さすっかっていうので、トランプ大統領が、割と世界的にはモラル的にどうなのみたいなことをやるわけじゃないですか。その、パリ協定を出てみたりとか、TPP なんて知るかって言ってみたりとか、なんかシリアとかアフガニスタンに爆撃してみたりとか。っていうので、世界はどんどん悪い方向に向かってるんじゃないですか。